はい、ユーデックスです。さあ、このね、ユーデックスレディオはですね、普段ね、植物のチャンネルをしてるんですが、このユーデックスレディオは、まあね、植物の話をしたりしなかったりとね、まあ、いろいろなトークテーマに沿って話を進めていきます。それでは今日もよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速ね、今日ね、今これ見ていただいている映像なんですけど、まあね、仕事終わりのルーティーンといって、まあ普段ね、僕は、音響の仕事をしています。まあイベントであったりね、いろいろな音響の仕事をして、まあね、普段は、まあ、真っ黒の、まあ黒子みたいな格好をしてね、仕事をしてるんですが、まあ毎日ね、こういった現場終わりとかね、まあ少し早めに、まだね、明るい時間に帰ってきたときは、まあ、こういった感じでね、ちょっと植物の観察をするというルーティンなので、今日はね、この、まあ、仕事終わりのルーティンということで、映像をね、皆さんに見ていただきながらという形なんですが、まあね、ちょっとね、今回この撮影したときがですね、まあ、夕方の6時頃だったんですが、まあ、思いのほか、蚊が多くてですね、ちょっと映像もね、手を持ちながら、カメラをやっているので、ちょっとね、ちょっと、見ててね、ちょっと見づらい部分もあるかと思うんですが、ご了承ください。はい。じゃあ、まあ、早速ね、今日のね、まあ、トークテーマ。まあ、まず最初、ね、映像、まずこの植物のね、まあ、ルーティーンということなので、まあ、日頃僕がね、まあ、こういった感じでちょっと仕事終わりにね、植物の観察をするということで、まあ、特にね、このルーティーンで一番気をつけているのがね、やっぱりね、まあ、貝殻虫とかハダニとか、まあ、そういった虫のね、確認ですね。やっぱりね、まあ、我が家でももうかなり400株ぐらい近い、株をね、所有しています。まあ、特にね、本当に、一つ棚を買ってしまうとね、この棚を埋めようというね、感じで植物をいっぱいね、仕入れてしまうということがあるので、まあ、本当に最近今年になってからかなりまた増えたので、まあ、こういった観察がね、日頃すごく大切になってきます。で、やはりこういうね、貝殻虫とか、ハダニとか、皆さんいろいろな対策をしていると思います。いろいろなね、まあ、殺虫剤といいますかね、そういったオルトランとかを使ったりとかいろいろされていると思いますが、まあ僕もね、日頃からこういうね、貝殻虫とか気をつけているのは、まあ、風ですね、風。まあというのも、まあね、結構こまめに僕は、置き場所を変えます。まあというのも、やはりね、まあ風通しいいところ、悪いところっていうのが、まあ棚のね、上段、すべてね、4段、5段とあるんですが、まあその中でもね、やっぱり、下の方とかにはね、やっぱ風通りが良くないので、まあ日頃からね、まあ1週間おきぐらいにそうやってね、ちょっと、棚ごと、ね、入れ替えたりとか、まあ、植物同士をちょっと入れ替えたりとか、まあ、風通しっていうのをね、気をつけておきながらやってます。まあ、なので、今年はね、こういった置き場っていうのをちょっと変更するようになってから、実はね、貝殻虫とかハダニがね、つかなくなりました。まあ、他にもいろいろなね、まあ、なんか理由があるとは思うんですが、こういった置き場所をこまめに変えていくっていうのもね、すごく大事なのかなと思いました。やはり常日頃からずっと同じところにいるとね、まあ、停滞していたりとか、まあ、虫もね、いろいろなところにつきやすくなったりするので、まあね、こまめにこうやって置き場所を変えるのもいいのかなと思うので、まあ何かね、参考になれば皆さんもちょっと置き場所とかね、こまめに変えてみてはいかがでしょうか。はい。まあそして今これね、まあ見ていただいているのは開墾植物とかね、見ていただきましたね。まあ日頃からね、こういったお外とかでね、お庭で育てているんですが、まあね、もう野ざらし状態にしている植物もあります。なので、まあ、こういった感じでね、まあ、まあ、ほぼ直射日光とはまでは言わないんですけどね、しっかりと日光が当たるような形で置いてある植物もあります。まあ、なのでね、我が家はこうやってお庭がね、ちょっと、ありがたいことね、広いので、いろいろなね、植物の置き場所とか、まあ、またそういった日光の当たり具合っていうのを調整しながら育てています。まあ、そういった感じでね、日頃からこういったルーティーンっていうので、まあ、いろいろな植物のそういった貝殻虫とか、ハダニとかに気をつけて、一つ一つ見ながら、またやっぱりね、植物なので、まあ、成長具合とかね、まあ、そういったところも含めて、こういった、観察をしているというね、ルーティーンになります。まあ、やっぱりね、仕事終わりとかも皆さんもやっぱりね、いろいろな、まあ、お疲れなところもあると思うので、まあ、やっぱりこういった植物とかもね、日頃こういった観察をしたりするのもね、すごく、まあ、無の時間であったりとかね、何も考えずに、ゆったりとした時間が流れるのでね、ぜひまだ植物、育てたことないなとか、まだ今気になってるなってことはぜひやってみてください。はい。そしてね、続いてはちょっとね、トークテーマが変わります。まあ、続いてはね、釣りです、釣り。まあね、まあ、海釣りにね、本当に2週間ぐらい前ですかね、始めました。でね、一発目の釣りはね、見事にカサゴが釣れたということでね、前回のこのユーデックスレディオでもね、ちょっと魚の映像をね、皆さんに見ていただきましたが、まあ、最近もね、
まあ、時間があれば、ね、釣りに行くようにしてます。で、この間ね、2回目の釣りに行ってきました。2回目はね、釣れませんでした。まあね、こういうのもね、やはり、釣り始めた頃はいろいろなね、まあ、試行錯誤しながら、いろいろとね、研究をしながら、今はね、僕も YouTube で、釣りチャンネルをね、いろいろ見ながらね、勉強しています。で、今はね、まだね、入門セットみたいなもので、まあね、サビキ釣りをしている状態なんですが、まあこれから秋、ね、10月、11月とまだまだ、いろいろなね、釣れる魚も、まだまだ今のこの入門セットで、なんとか、あと数回は持ってほしいところですが、まあ時期にね、やっぱり、まあジングっていうんですかね、まあアジを釣る、そういったロッドとか、エギングですかね。まあそういったいろいろな、まあ、釣りのね、重宝みたいな、もので、そういった、それに沿った、まあロッドとか竿があると思うんですけど、まあ僕もね、これからいろいろちょっと釣りの勉強をしつつ、あと自分がね、何を釣りたいかっていうのをね、ちょっと見定めながら、ちょっとね、マイロッドもちょっとね、購入しようかなと思っております。まあでも本当にね、釣り始めて、まだ本当にそういった、まだ数回、もうほぼまだ1、2回っていうぐらいなので、まだまだね、本当釣りのことを語るにもまだまだですし、本当にね、ただね、本当釣りを始めて思ったのは、結構ね、やっぱり釣りって醍醐味がやっぱりね、魚が釣れることっていうことがやっぱりね、一番の醍醐味だと思うので、なかなか釣れないってなるとやっぱりなんでかなと思ってね、やめちゃう人も多いかと思うんですが、まあ僕自身はね、結構ね、釣りをしてるとやっぱりね、まあ眺めとか、そういったね、まあ静かに流れるこう波の音とか、まあそういったところも含めて、まあ釣りってね、のんびりと、できるものなので、本当にね、気兼ねなく、やれる趣味なのかなと思っています。まあなのでね、なんでもっと10年前、20年前から釣りにはまらなかったのかなってね、ちょっとね、後悔してるところなんですが、まあね、今、30半ばになりつつある僕ですが、まあ、これからね、もっともっと、釣りのね、修行をして、またね、ロッドもね、どんどんとバージョンアップして、いいものもね、購入できるように、日頃のね、仕事をね、頑張っていきたいなと思っています。まあ、こういった感じでね、今日もね、この、UDEX レディオ、ね、まあ私のこのね、植物の仕事終わりのルーティーンということで、ね、まあ、風通しとか置き場所をこまめに変えるよっていうのをね、皆さんにお伝えしていただきました。そしてね、釣り、このね、UDEX レディオもしかしたらこれからね、この釣りがメインのね、トークラジオになっていくかもしれないんですがね、ぜひ今日もね、ちょっとでもね、楽しかったなとか、何か参考になったなと思った方はね、まだこのチャンネル登録していない方は UDEX プランツスタイルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてね、これからの応援もよろしくお願いいたします。はい、それではね、皆さん、またお会いしましょう。